団体の部優勝の皆さんに登場してもらいましょう。はい、横浜ロイヤルパークホテルの皆さん、はい、お集まりください。ステージにお上がりください。はい、なんか、良いですね。去年、今年と2連覇を果たしました。はい、あの、準備もいいようです。はい、では、はい、よろしいですか。表彰状、ウェイターズレース横浜2012団体戦優勝、横浜ロイヤルパークホテル様、あなた方はウェイターズレース横浜2012団体戦におきまして、当初の成績を収められましたので、ここに賞します。タイム、6分15秒12、はい、平成24年11月25日、ウェイターズレース横浜実行委員会実行委員長深木恒夫。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、副賞ですね、としてはなんか自分とこの宣伝になっちゃうんですよ。賞部門のヤムチャの食べ放題食事券をなんと5名分ですからね、全員チーム、来てください。はい、よろしくどうぞ。はい、そして、優勝賞金ですね、団体優勝、これ7万円入ってます。まあ、これで、まあ、徐々に予約したかったかなと思って、7万円分は今日社長から、なんか社長賞かなんかいただいて、足してもらったらいいと思います。はい。ありがとうございます。そして、やはりこれです、今年からは、スルバートレイ。やっぱり多分、これが一番、取りたかったんじゃないかなと思いますけど、今年から用意しましたウェイターズレース横浜ウィナー団体の部、実は2011横浜ロイヤルパークホテルとここに刻まれております。この下に、2012横浜ロイヤルパークホテルと刻んで、お渡しさせていただきます。これ1年間ホテルにお預けしますので、はい、ぜひ、またこの下にもう一つ名前が出るようにまた頑張ってください。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、キャプテン、おじいさんに一言。はい、ありがとうございます。去年、今年と激戦を制して、また来年、3連覇しに来たいと思います。今決まったんですけども、これから1週間、当ホテルにですね、いらして食事をされた方、ウェイターズレースおめでとうと言っていただければワンドリンクサービスということで、ありがとうございます。すごいですね。みんなね、来てください。はい。ね、粋な計らいですよね。はい。はい。おめでとうございます。はい。じゃあ見事2連覇を果たしたロイヤルパークホテルの皆さんに拍手をお送りください。はい。おめでとうございます。はい。はい、あっという間のでしたね。今日は10時から始まってもう24時間ぐらい経ちますけど、本当にね、最後までねご覧いただいてくださった皆さん、本当にありがとうございます。はい、それでは、はい、はい、では閉会の挨拶で移らせていただきます。副実行委員長のひびおさんにお願いします。ひびおさん、お願いします。はい、アルテリーグのひびおと申します。本日は皆さんもお集まりいただきありがとうございます。皆様の日頃の行いがいい、ことが今日もすごい天気に恵まれて、去年よりも非常に盛り上がった、レースになったかと思います。また来年再来年とこうさらに発展できるような、このウェイターズレースを、目指していきたいと思いますので、皆様よろしく。